羽は、囲碁用語の一つで、自分と相手の石が接触している状態から、相手の石の行く手を制限するように、自分の石から見て、斜めの位置に打つ手を指す。随一の城に打つ手が、羽である。動詞では、跳ねるという言い方をし、漢字では、羽と表記する。なお、図2のような場合は、曲がりであり、羽とは呼ばない。相手が、 自分の石に付けで接触した場合、黒のように跳ねて対応することが多い。死活の問題でも跳ねは重要になる。白1のように跳ねで相手の面積を狭め、目を作るスペースを奪うことが多くの場合有力な手となる。跳ねによって相手の石を殺すことを跳ね殺しと表現する。自分の西と相手の西が対峙した状態では、 黒一と相手の頭を叩くように跳ねる手が好転となる。これによって白は発展性を制限されダメの詰まった窮屈な形になる。黒は一挙に右辺方面に模様が見込め上辺を攻める手を見て楽しみな形になる。白番であれば同じ点に伸びておく手がほぼ絶対となる。ナオコのような羽を叩き頭を叩くと表現することがある。 自分の羽に対して相手も羽で応じたとき、さらにもう一度跳ねる黒1、3のような手を二段羽と称する。二段羽は断点が二つできるため、切断に注意しなければならない。また、図のように白2の羽に対して黒3と跳ね返す手段も二段羽と表現されることがある。また、跳ね返しとも呼ぶ。裁きの手筋として品質する。 1> 黒1に跳ね、白2の押さえと変わって、黒3に次を打つ一連の手順を、跳ね次と称する。普通一戦、二戦の場合に用い、寄せの手順として品質する。図のように、一本黒1と跳ねて、A の三三打ち込みを緩和して、他に回るような場合もある。これを、跳ねっぱなしと称する。上手左の黒1のように跳ねと割り込みを兼ねたような、手を、 跳ね込みと称する。以下、上手右の手順によりうとしで白の西が取れる。図のように、黒1と跳ねて、桂馬の位置関係にある相手の石を分断しに行く手を、跳ね出しと称する。跳ね出しとも表記する。ありがとうございます。